こんにちは。今日はタイトルにもある通り、ソフィットさんとのコラボ企画第6弾ということで、新しいアイテムが完成したので、こちらをご紹介したいと思います。はい。それが早速、じゃーん。マウンテンパーカーが完成しました。これはもう私かなり待望の一着だったので、すごくテンションが上がっています。前回のストールに引き続き、これも秋冬大活躍間違いなしのお洋服だと思います。はい、早速私のこだわりとともにご紹介させてください。まず色が、私が今持っている黒と後ろにかかっているのがカーキの2色になります。そしてサイズ展開が S と M で2つご用意があります。私身長が150センチでちょっと低めなんですが、結構ショート丈のアウターを作ってもらいました。こうマウンテンパーカーってカジュアルに着れてすごく万能だと思うんですけど、その分スポーティーだったりカジュアルだったりのイメージになりがちだったので、マウンテンパーカーだけど女性らしく着られるものがいいな、そしてもちろん機能面も備わってるといいなっていうところで、いろいろわがままを言わせてもらいました。はい、ということでちょっと着てみます。はい、どうでしょうか。後ろだと結構わかるかなと思うんですけど、腰の位置ぐらいまでの丈感です。なのでワンピースを着たりボトムと着てもかなりスタイルアップできるマウンテンパーカーかなと思います。もう一つのこだわりがここです。わかるかな、わかるかな。ちょっとひらひらっぽくなってるのがわかりますか。これがこだわりその2です。下の方で調整ができるので、これが嫌な人は伸ばしてもらって、平らにももちろんできるんですが、こういうディティールがあると素敵だなっていうのでお願いしました。はい、そしてデザインのこだわり3つ目が袖のボリュームです。ちょっとタプッとしてるの分かりますか。これも女性らしく見えるかなと思ったので、丸みのあるシルエットに作ってもらいました。このおかげで冬のニットとか中に着てもかなり楽ちんなんじゃないかなと思います。はい、ということで大きく3点、ショート丈という部分と裾部分のギャザーと袖のボリュームっていう3点でちょっと女性らしいマウンテンパーカーになっているかと思います。もうこのまま着てもいいし、ちょっと肩を落として軽く羽織っても可愛いし、もちろん締めて防寒にもしっかりできますという点で、もちろん機能面も備わっていてほしかったので、そこのこだわりポイントお話しします。まず私が絶対欲しかったポイントがここ、首の立ち上がりが結構あります。割と柔軟に動かすことができます。そしてボタンがついているので、特に寒くなってきた時期ですね、これでだいぶ風よけにもなると思います。そしてまあ小顔効果にもなりますよね。マフラーがなくてもちょっと寒さを防げたりだったり、自転車にもすごくいいかなと思って、ここは譲れないなと思ってつけてもらいました。はい、そしてフードもあるのでもう完璧にかぶってしまうとこんな感じです。はい、そして機能面その2が撥水加工されています。なのでちょっとの雨だったら大丈夫ですね。アウトドアにも向いてるんじゃないかなと思います。その3はもちろん両方にポケットつけてもらいました。スマホもぴったり入るくらいのサイズなので、ショート丈でちょっとポケットが上の方にあるのも私はすごく楽ですね。はい、という感じでデザインと機能面両方叶えてほしくって、かなりわがままを詰め込んでしまったんですけど、すごく気に入った仕上がりになっています。ということでカーキも着てみようと思います。あ、そうだ、ちなみに中はどっちもこうメッシュになってるのですごく着心地がいいです。はい、カーキ着てみました。
表記も可愛いですよね。こっちの方が分かりやすいかな。ひらひらがすごく女性らしくてお気に入りです。今は花柄のワンピースなんですけど、そういった女性っぽいファッションにもすごく合うような感じになってるかと思います。で、あと結構細部にもこだわっていて、この下のギャザー部分のゴムの留め具ですね、わかるかな、ちょっとアンティークっぽいものを選んだり、こうファスナーの部分もちょっとシュッとした感じで、あまり悪目立ちしないようなものを選びました。あとはこのフードの紐の部分も、本当は黒とかでピッと締まった色の方がいいかなとも思ったんですけど、そうすると少しカジュアル感が出てしまうかなと思ったので、目立たないような同系色で合わせてみました。はい、といった感じでいかがでしょうか。ちょっとこれも締めてみますか。あ、でちなみにこれ両方下から上にも履くようになってます。はい、どうですか。はい、といった感じで、最近アウトドアにハマっている私にはもうとっても興奮するような一着になっています。ソフィットさん、ありがとうございます。今日も概要欄からサイトに飛べますので、そちらから細かいディティールとか詳細も確認できると思います。すごく可愛いモデルさんが着用している写真もあるので、気になる方よかったらチェックしてみてください。はい、それでは今日もご視聴ありがとうございました。